ここは台北メトロの龍山寺駅です。1月31日からおみくじトークンを買ったら自動券売機の画面に健康、恋愛、仕事の3つの選択肢が出てきます。購入者がそのうち1つを選ぶと占いの結果を示す画面が表示されます。每人限购两颗，每颗售价50元。那几千它的有三个主题，分别是健康、事业。台北メトロの職員は一人当たり一度に2枚まで購入することができる。1枚台湾元50元。新しい年に願いが叶いたい項目を選んで運勢を占うことができると説明しました。